But he is in full Imperial uniform. Oh damn. 私が引き受けよう。下がっていたまえ、中将。は。え？まさか。冗談だろ。So this was the so this is the event. All right. お初にお目にかかる。クローディア姫殿下、エレボニア皇帝、ユーゲントが一子、オリバルト・ライゼ・アルノールという。Oh damn. 皇帝の一子って、王子様ってこと？知らねえ、知ってたの？知るわけないじゃない。てっきり帝国から派遣された諜報員だと思ってたのよ。Oh yeah, I thought Shara had an idea, but I guess she's wrong. All right.オリバルト王子王子とは言っても死がなき諸子でしかないのでね、公式の場に出ることも少ないから顔を知らなくても不思議はない。しかしそうは言っても少しばかりショックではあるな。縁がなかったとはいえ、かつての縁談相手の顔くらいご存知かと思ったのだがね。Yeah, there was mentionIn the first game that Chloe was to be wed to some noble? Did I figure out it was Olivert? I don't know. Anyway. Yeah, there. そうでしたか。存じなかったこととはいえ。まあ、女王陛下の預かり知らぬところで進められていた話だとは聞いている。そのことは別に気にしていないが、だが今回の事態は見過ごせないな。クローディア姫、今帝国本土でどのような噂がささやかれているかご存知かな。Rumor。 いえ、過分にして。ならば教えてあげよう。彼方に見えるあの巨大構造物、あれが王国軍の新兵器という噂だ。 Oh damn, he's not playing aroundリベール軍が動力を止めてしまう画期的な新兵器を実用化したそうだ。彼らはそれを使って10年前の復讐を企てているらしい。こんな噂がまことしやかに流れているのだよ。そんな誤解です。私たちはそんな。ならば誤解であることを証明できるかね。できないのであればこちらもそれなりの対応をさせてもらうしかないわけだ。それどころか、噂の通りならば不戦条約を隠れ蓑にした重大な背信とすら言えるだろう。正当防衛もやむを得ないと思わないかね。 Yeah, right. いい加減にしなさいよ。エステル。聞いてれば勝手なことをペラペラと。オリビアだってこっちの事情は大体分かってるんでしょ。どうしてそんな意地悪なことばかり言うわけ。エステルさん。 Yep, diplomacy just got thrown out the window. おや、なんだね君は。 Damn. 私のことを知っているようだが、どこかのパーティーで会ったかな。え、いや、貴族にしてはいささか品位に欠けるな。ふん、どこからどう見ても庶民の娘でしかなさそうだ。 Why is he acting like an ass? で、何？上等じゃない。あくまで白を切るわけね。そっちがそのつもりなら私だって考えがあるわよ。ほう。私の名前はエステル・ブライト。 So we will be a B-rank bracer whether we like it or not. Or do we? I don't know.に所属する。あくまで中立の立場からこの問題に介入させてもらうわ。 What? エステルさん。なるほど、遊撃士だったのか。ふん、 B 級ということはかなりのベテランのはずだが。信用できないとでも。いやいや、これは失敬。それで
中立の立場からというが、この状況で何をするつもりかね。 OK。 あの浮遊都市がリベールの兵器じゃないことをここではっきりと宣言するわ。支える固定の紋章にかけて。ほう、大きく出たものだ。確かに遊撃士協会の発言には無視できぬ影響力があるが、果たしてその宣言にどれだけの根拠があるのかね。根拠も何も、私たちがこの目で見てきたことだもの。 That's not evidence。 浮遊都市を出現させたのは今もリベールで暗躍しているミクランヘビという結社よ。私たちは王国軍と協力して彼らの陰謀を止めるため戦ってきた。なんだったら詳細の報告書を帝国政府に提出したっていいわ。そのように言われては少々考えざるを得ないが、どうやら肝心なことが抜け落ちているのではないかな。え、仮にその結社とやらが犯人であったとして、この異常現象を止める方法が果たして君たちにあるのかね。 That's the question。 ないのであれば我々としても手をこまねいているつもりはない。幸い蒸気戦車に搭載しているのは火薬式の大砲でね、あの浮遊都市を落とすにはもってこいだとは思わないかね。冗談でしょ。大砲なんかであの巨大な都市を落とせるはずないじゃない。やってみなくては分かるまい。いずれにせよ一つ確実に言えることがある。君たちには我々の善意と正義を退けるだけの根拠も実力もないということだ。ならば証明すればよろしいのですね。ほう。この状況にあってあの浮遊都市を何とかする可能性を提示できれば、私たちにしばしの猶予をいただけるのですね。ふん。一時的ではあるが、そうせざるを得ないだろう。王妃。落ち着け、中将。不戦条約を結んだ相手に当然の礼儀というものだろう。OK。それに証明できればだ。は。それでは君たちが可能性を提示できたら一時的に撤退することを約束しよう。黄金の軍馬の紋章と皇族たる私の名にかけてね。その言葉しかと聞きましたぞ。 Who's that? ひょっとして。うん。おいおい、マジかよ父さん。 What? The hell's...Whoa, whoa, whoa, whoa! Is this from Cold Steel or...? I think I've heard this music in Cold Steel before, and why the hell is it flying? That's the RC, right? I know. No. The music is from this game, Trails in the Sky, not Cold Steel. Alright. Okay. Please, じっくりとご覧あれ。カシウス・ブライト? What up? Yeah, as cool as you are, Vander, yeah, I'm gonna throw my hat onto the Divine Blade there. ゼクス少将、久しぶりですが、おっと、今では中将でしたか。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなところに、どうしてこの状況で空を飛ぶことができる。それは国家機密と申し上げておきます。 Yeah, you're not the only one who can do national secret thing, you know? 帰国がどうして蒸気戦車を保有しているのかと同じようにね。これが噂のアルセイユか。そして機構がかの有名なカシウス・ブライト巡視。 Yeah, I'm pretty sure Cassius already knows. お初にお目にかかります、殿下。Yeah, he's just playing the part. 何やらどこかでお会いしたことがあるような気もいたしますが。奇遇だな、順将。私もちょうど同じことを感じていたところでね。それはそれは。まったく。Jesus Christ. 王子。クローディア姫、エステル君、私も誇り高き。エレボニア皇族だ。すぐにでもこの付近から帝国軍の全部隊を撤退させる。 All right. オリビエ、感謝いたします。しかし可能性を示されただけでは
我が帝国市民も納得すまい。ここは一つ私自身がアルセイユに乗せてもらって視察するというのはどうだろう。 Okay. Fuji! So this wasn't part of the plan since Vander's getting flustered there. Fuji 自らの視察とあらば帝国政府も納得しましょう。 Yeah, I'm pretty sure they already talked about this. いかがです？もちろんリベールとエレボニアの友情もさらに固く結ばれることでしょう。歓迎いたします。So is he gonna be Oliver now, no longer Olivier? 王子、一体どういうおつもりか。久々に顔をお見せになったかと思えば、このような猿芝居を。やっぱりバレちゃった。当たり前です。よもや王子がリベールでこのようなことを企んでいたとは。ミラ、お前がついていながら何事だ。お言葉ですが、おじう、この男が俺の言うことなど素直に聞くとお思いですか。それに俺も少々納得ができないこともある。ハーメルの悲劇、おお、ハーメル、この一件で初めて知りましたよ。やはりご存知でしたか。先生があの事件を知ら当時からすでに軍の重鎮だったのだからね。Damn. That's one way to shut up the Erebonian military. Say the H word, Hamel. They'll shut up immediately. Yeah, yeah, 先生。一部の主戦派が企てただけで、先生たちは一切関与していなかったという話だからね。あまりにひどいスキャンダルゆえ、徹底的に行われた情報規制。賛成はしかねるが、納得はできる。臭い者には蓋を、女神には祈りを、国民には国家の正義をというわけだ。だが同じような欺瞞を繰り返すことは許さない。 OK。 先生、あなたも本当は気づいている。 What? Are they like, is someone planning like Hamel 2.0? 唐突すぎる蒸気戦車の導入。Oh, okay. そして不自然極まるタイミングでの出動命令。すべては鉄血宰相ギリアス・オズボーンの描いた絵であること。No wonder he was on board. Ah, damn it, Osborne. 今回のことで確信したよ。彼は間違いなくそのことが帝国にとってどのような影響をもたらすかは何とも言えないが、いずれにせよ。王子。まさかあなたは。そのまさかだ。10年前に頭角を現して帝国政府の中心人物となった軍部出身の政治家。 Man, I wonder how the players of who played this game first and had to wait for Cold Steel feel about this information. Jesus Christ. 帝国全土に鉄道網を敷き、いくつもの自治州を武力併合した帝国に救うあの怪物を僕は退治することに決めた。今度の一件はその宣戦布告というわけだ。なんということを。王子、それがどれほど困難を伴うことであるのか。それはもちろん、政府はもちろん軍の7割が彼の傘下にあると言っていい。先生みたいな中立派を除けば反対勢力は衰え始めた諸侯のみ。さらに立ちが悪いことに父上の信頼も厚いと来ている。まさに怪物というべき人物さ。ならばなぜ。決まっている。彼のやり方が美しくないからさ。リベールを旅していて僕はその確信を強くした。人は国はその気になればいくらでも誇り高くあれる。People and countries are at their greatest when they are proud of themselves. It's nice. そして僕の祖国と同胞にも同じように誇り高くあってほしい。できれば先生にもその理想に協力してほしいんだ。王子、大きくなられましたな。男子三日会わざれば
刮目してみようとも言うからね。ましてや先生に武術と兵法を教わっていた時から7年も過ぎた。少しは成長したということさ。そうですな。ただし我が第三師団はあくまで先駆けでしかあります。すでに帝都では最小閣下によって10個師団が集結しつつあります。 All right. 今日を入れて3日。ああ心得た。ミュラー、お前も王子について行け。危なくなったら首根っこを掴んででも。ええ、元よりそのつもりです。全軍撤退。これより第三師団はパルム市郊外まで移動する。 Yeah, we've been there. Oh man. Yes, sir. Alright. Bye, Erebonians. やれやれ、これで少しばかり時間は稼げたか。それにしても本当僕って信用ないんだね。当たり前だアホ。正直ここまで大げさにやらかすとは思わなかったぞ。どうせやるなら派手な方がいいしね。それに君だって律儀に準備を進めてくれただろ。 OK。 いわば甘い蜜を吸い合った相思相愛の共犯者というわけだ。おぞましいことを言うな。オリビエ、いやエステル君ご苦労様だったね。ご苦労様じゃないわよ。一体何がどうなってるわけ。どうしてもこうしてもまあ見た通りのまんまさ。帝国内で怪しげな陰謀が進行していたものだからね。ちょっと一芝居を打って出花をくじいてやったわけだ。 OK. So I guess this liberal situation that's happening here was supposed to be Hamel 2.0. There's a convenient excuse for Erebonia to invade Liberal. So, okay, let's continue on. Yeah, your reactions need to be genuine.敵を欺くためにはまず味方からというからね。君たちとの本気の交渉を経てあのタイミングでアルセイユが来る。これが今回僕とカシウスさんが考え出したシナリオだったのさ。やっぱり。そうだと思いましたよ。まそういうことだ。 So are you gonna explain how the Arcee can fly? 父さん。そう怖い顔をするな。動力通信で聞いていたがなかなかの交渉ぶりだったぞ。おかげでアルセイユの登場が効果的に演出できたからな。 Oh, maybe Cassius has one of those artifact things. 動力通信で、まさかあのアーティファクトで。おっとシェラ君、それは言わないでくれたまえ。彼に聞かれると少しばかり面倒だからね。Father Kevin. 何をしらじらしい。今さら。And there's Kevin. Kevin さん、おじいちゃん。ユリアさんも。殿下、オートでの襲撃は聞きました。本当にご無事でよかった。ごめんなさい。いや、アルセイユの改造がもっと早く終われば王都の危機にも駆けつけられたんじゃな。 Jesus Christ, how smart are you? 思っていた以上に時間がかかってしまっての。じゃが、みんな無事でよかったわい。そういや、どうしてアルセイユが空を飛んでやがるんだよ。 He just mentioned that he upgraded it with ZFG technology. ひょっとしてゼロリキバ8世紀の大型版なの。うん、お前さんたちに渡したのは大型版を開発するために試作したプロトタイプでな。スマート。今までアルセイに閉じこもってようやく。そうだったんですか。要するに何もかもが父さんの差し金だったわけね。人聞きの悪いことを言うな。俺はただみんなが動きやすいように
お膳立てをしただけに過ぎんさ。お前たちも自分自身の意思で今まで行動してきたんだろ? Well, it's a good thing Estelle played the part perfectly. Because remember, her volunteering as a neutral arbitrator was on impulse. Or I guess that's maybe an impulse triggered by Olivier? I don't know. それはそうだけど、そういえば、ケビンさんがどうしてここにいるわけ? The artifact? なあ、ぶっちゃけ大聖堂に騎士団本部からの連絡が届いてな。輝く輪がどういうもので、どうすれば最悪を抑えられるか、大体のところが分かってきたんや。Oh. All right. それをカシウスさんに話したら、こんなところまで付き合わされてな。え?輝く輪の正体。ああ、輝く輪っちゅうのは、あの浮遊都市そのものやない。Okay. 都市全体に動力を行き届かせてコントロールする。そしてその端末が、あのゴスペルだったわけや。都市を管理する古代遺物。でもどうしてそんなものが動力停止現象を?これは推測やけど、輪は外界に存在する遺物を排除する働きを備えてるらしい。Striking down threats to the chosen.この場合、異物っちゅうんは現代に作られた新たな動力機。Oh, okay. 影響範囲内にある異物をことごとく無力化する、いわば防衛機構といったところか。その可能性は高いじゃろ。そしてそれが本当なら一筋の光明が見えてくる。あの巨大さゆえ、都市そのものをどうにかするのは困難じゃが、都市のどこかにあるという輪の本体さえ発見できれば対策の立てようもあるはずじゃ。 So the artifact inside, I guess that would be the actual Septarion? It's not the entire city, but I guess we'll find out later. Man, we have a lot of things to find out later. なるほど。確かに。 Alright. いい感じで最終目的が定まってきたようじゃないか。それでは早速アルセイユであの浮遊都市を目指すわけだね。それを決めるのはアルセイユを所有するリベール王家になりますな。 Hell, we have Chloe here. 姫殿下。わかりました。これよりアルセイユはユリア大尉、発進の準備を。 Okay, here we go. 了解しました。そして遊撃士の皆さん、どうか、おそらくこの件に関しては最後の依頼になると思います。Yep, and then it's gonna take 4 years, and then we all get our asses kicked by a bigger crisis. So, yeah. まあ、答えは決まっているようなもんだが。ここは一つ代表者に答えてもらうとしようか。Estelle. 代表者? Okay. あのな、お前のことに決まってるだろう。It's really nice to see the...More senior bracers deferring to Estelle? Yeah, you are the neutral arbitrator, so. まだ荷が重いんじゃないか。そんなことはないよ。どんな時もエステルは前向きに、決して希望を諦めずにいてくれた。 That's her redeeming quality. その輝きはどんな時でも。だからエステルじゃなきゃダメなんだ。ちょっとヨシュア。お姉ちゃん真っ赤だよ。What else? They're cute. ああ、もう、わかったわよ。クローゼの依頼、必ずや。あの浮遊都市にある輝く輪を見つけ出して。やれやれ。なんとか話がまとまったか。これで俺もようやく。What? 父さん。ああ、一時的に撤退したとはいえ、帝国軍の脅威は無視できない。Yes, I guess.ハケモンだけではなく、海からの侵攻の可能性もあり得る。もちろんオートで起こった結社の襲撃も予想できるだろう。
この状況で王国軍を留守にするわけにはいかんのだ。うん、私は私でヨシアと。だから父さんも。ああ、任せておけ。ヨシア、お前にはこれを渡しておこう。What's that? Handed the letter. All right. これは？ま、ちょっとした男と男の話だから。エステルには刺激が強すぎるかな。な、何よそれ。わかった。ああ、そ。まったくもう。お。まあそうすねるな。すべてのケリがついたら、その時は久しぶりに。その時はエステル、またあのオムライスを作ってくれ。うん、任せといて。All right. And we're off.So is it gonna be Olivier again or just Olivert? いいのか、カシウス。そんなに心配ならば。いや、例のワイスマンという男、思っていた以上に、私が同行していた場合、おそらく手段を選ばないでしょう。Yeah, that's Jesus Christ. The way you're.Cassius thinks. It's no wonder he's the general. 確実に抹殺してくるか。やれやれ。まったく、えらい迷惑ですよ。ですが、虚実入り混じった読み合いか。鉄血宰相の方はどうだ。あちらもあちらで厄介な個人ですが。Ah, all right. ま。こちらがこれ以上隙を見せなければ大丈夫でしょう。すべてはええ、レナ、それに空の女神よ、あの子たちの足元をどうか照らし出してくれ。この大いなる空の下、自らの道を見つけられるように。 All right. Chapter 8, Land of Chaos, endSo let's save first. Okay, achievement unlocked. So I guess that's the event that Agate mentioned in Cold Steel 3. Well, it was not what I expected. It's better. Jesus Christ. So we're going into chapter 9, the final chapter, and we are headed towards the floating city. I guess this will be the first time that if we see the artifact there inside the aerial, I think this will be the first time that I will be seeing a Septarion. Because I don't think a Septarion appeared in Cold Steel. And of course, I haven't played the Crossbell games yet, so...Yeah. Anyway, everything's looking good. Everything's up and up. So, yeah. Well, I guess it's good we have the gang back together, especially Father Kevin. So, we have a plan now. So, yeah. I've been saying so a lot, though. Anyway, if you enjoyed this video, hit that like button. And if you wish to be updated on my uploads,Hit subscribe and the notification bell. You can also follow me on social media. Links will be in the description down below. So thank you so much for watching, and I will see you all next time.